ボーイ。ジーナ・ボイド、ロシア出身、クレムリン西高校在学中。つわものっぽいな。負けないわよ。私はどうしても賞金が必要なの。ロシアから日本への旅費、賞金で穴埋めさせてもらうわ。思った以上に高かったのよ。それでは、レディーゴー。動かない。プリペーティンさくら響き、私、あなたと同じ学校に留学することになったの。はじめまして、日本の皆さん。早速だけど、さくら響き、あなたにアームレスリングの再戦を申し込むわ。響きは B 組、隣のクラスです。ブリアーチ。おかえりなさい、響き。今日からよろしくね。やっぱりこういうオチだよね。確かにジーナって日本語うまいよな。どこで習ったの？日本のアニメを見て勉強したのよ。でもノープロブレムよ。ジャッキー・チェンの映画を見て日本文化への理解を深めたから。のっけから方向を間違えてるじゃねえか。私はね、ある目的のために日本に留学したの。満足できない。結成するのよ、史上最強のアイドルユニットを。勝手にメンバーに含まれてる。ストリートワークアウト。そう、今ヨーロッパやアメリカで流行してるのよ。懐かしいな。ロシアにいた頃はよくやったわ。あの、ジーナ？これ、ただの空き地じゃん。私の知ってる公園じゃない。ジーナ、大丈夫か？暑い。ジーナは暑いの苦手なんだよな。本当に夏みたいな気候だものね。よし、暑い時は脱ぐしかないわ。腕が鳴るわ。ジーナは自信がありそうね。その通りよ。私にしかできないあの技を披露すれば優勝は間違いなしね。19番、ロシアから日本に留学中、クリスタルガートン